Kyo no shukujitsu no chushin wa tsumi no yurushi desu. Jesus Cristo ga watashi tachi no tsumi o yurusta koto. Kore wa chushin desu. Mochiron, fukui no chushin wa kore desu. Jesus Cristo no shito fukatsu no shinpi wa sore desu ne. それによって私たちは罪が許されています。私たちは作られたのは人間がね、神との親しみのうちに永遠に生きるためです。が、罪があって私たちは楽園から追い出された。人間は楽園から追い出された。 楽園はところではない、場所ではない、神との親しみという存在ですね。天国は、楽園はね、人間は呪われていた。その踏んでいる地は罪によって呪われていた。でしょ？あなた方はこの地上を歩んでいると苦しみばっかり、と神様がアダンとイブに言われる。悪魔、蛇のせいで地上は呪われているものです。しかしキリストが人間となって、私たちと同じようなものとなって、彼が私たちの体を運びながら十字架に貼り付けられて、その十字架の上で私たちの罪を砕いて、その悪魔と戦って勝って死に葬られ、復活したんですね。で、今日はキリストが天国に上げられると、呪われた私たち、呪われたこの地上を祝福した。そして人間は彼によって改めて御父のところに戻ることができました。だからダニエル読もね、私たちは彼のおかげで、彼の、犠牲のおかげで、すべての罪が許され、私たちが自由に天国に入ることができます。つまり、追い出されたその親しみに戻ることができます。キリストがそちらに入りましたから、先頭通して、で、そちらから私たちを祝福します。これは中心です、兄弟たちよ。今日の素晴らしい良い知らせ。私たちの目的は、もちろん、キリストと共に天国に入って、そして永遠に御父との親しみに存在すること。けど、今日、私たちは改めて、呪われたところでは、つまり愛のないところでは、失敗ばっかりの愛のところでは、人間関係の失敗の中で、キリストの祝福が下ります。私たちの人生は祝福されたものとなる。今の私、今のあなたの惨めな、もしかしたら無意味な毎日、同じ繰り返し、その人生は悪魔の力から解放され、キリストと共に御父の親しみに戻る。今日、死ぬ時だけではなく、死ぬ時には私たちは完全に御父の胸に入りますと言いましょうか。その親しみに入りますけど、今日、だからこの感謝の詐欺を通して、今日の祝日はここで実現されます。これは綺麗な言葉ではない。私は完全に祝福されたものであれば、つまり私のすべては神で満たす、神の愛で、神の恵みで、神の祝福で、その豊かさで満たされていたなら、なんで私は相手の愛情を探しに行かなければならないんですか。なんで相手の尊敬を探さなければならない。なんで自分の考えを主人に対して武器として使うんですか。いらない。
これは呪われているもの、自分の人生、自分の場所が呪われている、罪の関係で呪われているから、私たちは別の祝福、別の、利益、豊かさを探してしまうけど、間違っているから、なかなか主人から奥さんから全然来ないの、この祝福。誰でも、誰でも、お父さんがお母さんが自分の子供を祝福した時には、神の名によって祝福する、自分の名によってではない。だから今日キリストが改めて私の罪を許す、改めて今私の罪、今私の奴隷からキリストが私あなたを解放します。改めて今日あなたの目の前に御父との親しみの道が開かれています。あなたが呪われているもの、呪われているものではない。あなたがもうちっぽけなもの、もう無意味な人ではありません。あなたが一番ちっちゃい、一番なんていうの、潰れていないものでいいよ。なぜかというと、人間的なあの価値観と違う、ここはね。ここは、恵み、無償の祝福が私たちを覆う、私たちを満たす。御父から、神ご自身があなたを見たら、あなたを見た時には、私の骨の骨、私の肉の肉、私の花嫁、私の花嫁、私のためのぴったしなもの、これはキリストの祝福だから、弟子たちが大喜びで帰ってきた。いつも賛美をした、賛美、いつも賛美。どうして、私が祝福されているものよ。未亡人、未亡人、孤独、孤独、何もわかない、何もわかないけど、けど祝福されている。覚えている、同じこと聖母マリアでしょ。天使が聖母マリアに現れた時には、一番最初の言葉は何でしたか。おめでとう、恵まれた、祝福された方。彼女が罪のないから、私たちは罪人けど、許されていると、私たちも彼女と同じように罪のないものとなる。そして祝福が下ることができます。私たちの中にはこの祝福のための場所が整えられています。キリストの血によって、キリストの愛によって、キリストの犠牲によって、キリストの保険によって、私たちの人生はまるで変わる。状態は変わらないけど、私自身の生き方、生き方、存在の仕方、全く違う。その苦しみの中には、祝福されたものとして耐える、耐え忍ぶ、苦しみながら、苦しみながら、病気があれば、孤独があれば、もちろん苦しむ、人間的に。けど祝福されたものとして、この世で生きるのは天国の味見です。そして何もしないで証人となる。何もしないでというか、特別な奇跡、特別な素晴らしいカテケースを言わなくても、毎日の、その毎日の繰り返し、毎日の本当につまらない日常の生活は神の証となる。その祝福されたものの生き方として、神の存在、神の愛、神の許しが証しをする。あなた方はこのようなことの証人、証人である。どんなことですか。罪の許し、罪の許しの証人。だから、ああ私はクリスト者ですから、仕事が与えられています。私はクリスト者ですから、あの主人が与えられています。病気が癒されていた、お金が与えられていた、もう必要であれば。多くの人が病気全然治らない、多くの人々がものすごく不安の中に生きる。それで祝福されてないという意味ですか。違います。その苦しみのさなかには
神の愛が下る。神の祝福、あなたは私の子、あなたが私の似たもの、私はあなたを愛する、あなたを見たら喜ぶ、これは神様の祝福。私はあなたを愛する、でも私は汚い、いい、私はどうでもいい、私があなたの上に私の祝福を与えます。そしてあなたがそのまま祝福されている、あなたがそのまま愛されている、こういう経験があるともう天国のもの、天国に属する、全てが変わる、全ての識別、全て違います、全て人間関係、子供の状態、全ては違う、全ては違う。祝福のうちに、祝福されたものを通して話す、祝福されたものを通して見る、識別する、祝福されたものを通して行う、全然違う。自然に祝福がどこからでも輝く、届く、及ぶ、どこでも。私たちの恵みのうちの生き方、祝福されたものとしての生き方、だからキリストが天に上げられ昇天していると、私たちはこの、なんていうの、帰る道、改心の道、家に戻る道の証人です。もうこの道があります、天国への道があります。どこでは、どこで見る、あなたには、あなたの目には見えます。あなたの希望、あなたの平和、あなたのなんていうの、安らぎのうちに見えます。だから、ね、本当に皆さんにね、おめでとうございます。祝福されているものですから。